日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 長崎です。アクティビティなどを通して海の楽しさや安全について親子に学んでもらおうと、大村市で海遊び練習塾が開かれました。ライフジャケットなど浮くものを着用してください。何かあったら大人の人にすぐ言ってください。自分たちで何かしようと思わないでね。大村市で開かれた海遊び伝承塾は、子どもたちに海の楽しさと注意すべきことを学んでもらい、事故を防ごうと開かれていて、今年で15回目です。2日間でおよそ270人の親子が参加し、シーカヤックや水上バイクなど6つの体験をしました。クルージングでは、大村湾の風を帆にはらませたヨットがぐんぐん進んでいきます。気持ちいいです。いい風吹いてて最高です。最高。このイベントは日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 長崎の大村湾ワンダーベイプロジェクトの一環で行われました。シーカヤックとサップの体験では、うまく乗りこなす親子の一方で苦戦した人たちもいました。失敗も忘れられない思い出の一つになりました。面白かった。参加した親子は海で体験した楽しさを通じ、海を守ることや安全のためにすべきことなど多くの学びがあったようです。海と日本。